かなかね、この間入ったのいつだったっけ。再入社って言ってた27か。だから27に入ってるから、まあここですね、多分あの前の晩のやったやつが次になったセックスボッチモシーが5、リンゴが3、ここはチモシーが5、リンゴが3、ここでペレット1、チモシー4、リンゴが3、チモシーが2、リンゴが3、ちょっと減ってますね。で今日の後もちょっと減ってるんだよね。チモシーが2、リンゴが3と、そんな感じです。で体重はこちらですね、972で987、992、992、994で、今日1000、1001でしたね、リュウド食やる前が。結構時間短いけど結構食べてますね、38食べてます。ベリキュアが8だから、もう今日は言うほど減らないから食べさせる、食べさせる、食べさせなくていいです。薬も夜の分終わってますからね。あと10個、ありがとうございます。塩の焼酎が110個、はい。で食欲は食べてみよう。ここに食べてみよう。塩の焼酎は110。あ、そっか、あとファイルはおしっこを調べて、これか。そうそう、おしっこを調べてみたんです、一回。はい、で、比重が 1.01、まあ、非常に1に近い、薄いおしっこです。うん、まあでも、毎日輸液してるし、栄養補充もしてるんでね。うん、pH が7、これね、ワンちゃん猫ちゃんだったら正常です。うん、先の正常値じゃないけど、経験上ね、8ですね。大抵の子は。ちょっと、タンパクプラスマイナス、まあこれは正常ですね。1プラスまでが正常です。うん、であと、ブドウ糖、ケトン、ビリルビン、線形酸のは出てません。で、尿鎮差、顕微鏡で、まあ見た顕微鏡は、まあ、白血球も赤血球もないし、細胞成分も出てないし、血小も細菌も、スカニオエンチンも出てなかったから。だから、ここだけね。ちょっと低いかなとは思いました。とあとこれじゃあ、そうか、順番出してもあれかな。とりあえずだこの直近のやつだけね。はい、じゃあカゴは入ってるの？めっちゃ入ってます。入ってる。はい。あ、それでそうする。今度いつ来れます？明日の夕方は夕方時間4時からは来れる。明日の夕方来れません。じゃあ明日の一応2回分出しておきますね。そうです。明日の朝と夜の薬ね。で明日の夕方がね、あのステロイドを打つ日なんで、まあ、その時に打ちますわ、はい、ステロイドをね、はい、そうするとじゃあ明日は土曜日やね、土曜日の夕方で連れて帰って、日曜日の午前中。日曜日はね、ちょっと職場のなんかレクリエーションじゃないけど、なんかそれに出なくてはいけないので、うん、そこちょっと考えどころですね。食べれ、家に帰って食べれてるんだったら、そうなんですよね。食べなかったら場合によっては明日の夜中預けさせていただいた方が、はい、じゃあそこら辺よく見てください、はい、じゃあ薬2回分出しておいて、2回分、うん、2回分 A だけ、はい、じゃあ、 あの1日2回飲む方の薬ね、2回分出しておきますね。ありがとうございます。やっぱりご飯は全部ゼロですね。はい、じゃあまあ朝ごはんは食べてない、まあさ、まあ栄養補助をね、結構もう2時間に1回ガンガン食べさせてるからね、朝ごはんはなかなか食べれないですね。食べるとしたら夜ご飯のやつを少し食べるとかなっていうことですね。はい、わかりました。じゃあちょっとよく観察してみてください。で明日の朝の薬だけはちょっとお願いします。でまあ、あの明日の夕方来てもらえるならもう明日来るまでさ、栄養補助しなくて薬だけ1回やっといてもらって、食べるか食べるかをちょっとしっかり見てください。わかりましたね。それでお願いします。体調減っちゃうけど、まあ一回そうしないと栄養素をかけちゃうと多分その時点から多分食べんくなっちゃうからさ、きっとね。だから、夕方までいいですよ。朝の分の薬だけやっといてもらえば。はい、すいません、お願いいたします。はい、じゃあこれ書いといてね。はい、はい、すいません。今雨降ってます。今雨降ってます。